皆さん、こんにちは。今最も期待されている若手レーサーの一人、貞松勇樹選手。養成所時代から圧倒的な実績を残し、あの今村豊選手や峰竜太選手から太鼓判を押されるほどの実力者です。今回はそんな貞松勇樹選手の経歴を説明しながら、ルーキーとは思えないレース、さらにレジェンドレーサーからの評価についてご紹介していきます。まずは貞松勇樹選手のプロフィールからご紹介します。名前、貞松勇樹。登録番号5121。登録期125期。生年月日2001年5月2日。身長167センチ。体重53キロ。血液型 A 型。出身地福岡県。所属支部佐賀支部。貞松勇樹選手は2019年にデビューした125期生のボートレーサーです。貞松勇樹選手がボートレーサーを志すようになったきっかけは、競艇好きだった父親の影響。父親が自宅でテレビ観戦していた年末グランプリを見た頃から興味を示すようになったそうです。その後、実際に福岡競艇で生のレースを観戦した際に、初めて生で見てかっこよかった、ずっとスポーツをしていて乗り物も好きだったから自分にぴったりだなと思った、このようにインタビューで語っています。そして中学3年生から養成所の試験を受け始め、4度目の受験で合格、晴れて養成所への入所を果たします。そんな貞松勇樹選手は養成所で輝かしい成績を残しました。卒業記念競争において優勝を果たし、125期の養成所チャンプに輝いた当時18歳の貞松勇樹選手。厳しい訓練を耐え抜いた男子22名女子6名の中でナンバーワンとなっただけでなく、リーグ戦での成績も圧倒的な戦績でナンバーワン。卒業記念競争の優勝戦では1コースからコンマ05のスタート、そのままイン逃げで独走する圧巻の走り。ただ3周1マークでキャビるシーンもあり、かなり緊張した中で勝ち取った優勝だったようです。実は養成所チャンプとなった約1年前に父親をガンで亡くしています。優勝する姿を見せられなかったのは残念ですが、最高の形で恩返しができたのではないでしょうか。さて、貞松勇樹選手は福岡県出身ながら佐賀支部に所属しています。福岡県出身なら福岡支部に所属するのが通例。しかし憧れの峰竜太選手を追い求め、養成所に入所するときに佐賀支部で出願登録し、卒業してすぐ弟子を志願したそうです。他支部のレーサーに弟子入りすることはよくありますが、貞松勇樹選手のような例は極めて稀なケース。握って回るレースが武器なので、峰さんのような豪快なターンができる選手になりたい、こう話しているように、それほど峰竜太選手への憧れが強かったのでしょう。そんな峰竜太選手からも貞松勇樹選手は10年に一度の逸材と言われており、峰竜太選手の弟子の中でも最も飛躍するのは貞松勇樹選手だと予想しています。2021年8月7日に夢のドリーム戦、峰竜太 VS 弟子が開催。結果は順当に峰竜太選手が1着、山田浩二選手が2着となりましたが、3着に入った貞松勇樹選手のターンにファンたちは騒然。1マークでまくりに行かず、差しに切り替えた判断能力の高さは素晴らしいの一言です。さらに1周2マークのモンキーターンは峰竜太選手にそっくり、いつしか峰竜太選手を任して優勝なんて日が来るかもしれませんね。そんな貞松勇樹選手は将来を有望視された若手しか選出されないトップルーキーにおいて勝率トップで選ばれています。トップルーキーの選出基準は登録6年以内の A1 級レーサーで、勝率上位のものから選出となっています。トップルーキーに選出されると G1 および G2 への積極的な斡旋の優遇、またメディア対応やファッションなどを学べる講習会に参加することができます。過去に選ばれた選手は上位層で活躍しているので、貞松勇樹選手も同じような実績を残すのはほぼ間違いないかと思われます。貞松勇樹選手がボートレーサーとしてデビューしたのは
2019年11月に地元唐津で開催された一般戦、6コースからコンマ40と出遅れるスタートとなり、結果は5着。2走目以降も5着4着5着フライング5着と惨敗に終わり、養成所チャンプとしてはあまり喜べない結果に。デビューから約半年後の2020年6月28日唐津で開催された一般で悲願の初勝利を果たします。2日目までの3走を4着3着6着とまずまずの走りを見せ、迎えた3日目の第1レース、インコースには A2 級の中越弘則選手が座り、本番では6コース5号艇進入となります。向かい風3メートルでイン有利となる中、貞松勇樹選手はコンマ11の好スタート、4、5コースがへこんだところをまくっていき、さらにはスロー3艇が5着つく展開をついて再打ち差し、見事なまくり差しが決まって、待ちに待った水神祭を迎えます。デビューから約3年が過ぎた2022年9月14日下関で開催されたルーキーシリーズにおいて、ようやく初優勝を果たす瞬間がやってきます。平凡期だったモーターを仕上げ、初日から3着2着1着1着5着2着4着1着にまとめ予想を4位で通過します。準優勝戦はトップルーキーにも選出された黒野元樹選手の陰線、5コース中野夢人選手のフライングにより大波乱となりかけたものの、なんとか2着に入って優勝を決めます。優勝戦は貞松勇樹選手は4コース進入、今節の成績から内側3艇がへこむことはほぼ期待できず、1着になるのはかなり難しい状況。実際本番でのスタートタイミングはほぼ全艇が SG 並みの0台スタート、これだけスタートが揃うと普通ならイン逃げが決まって終了でしょう。しかし貞松勇樹選手はこうなることを予見していたのか、伸び特化仕様のチルト2度に変更していたのです。この変更が功を奏して、スリット通過後に爆伸び、内側3艇を置き去りにする形でまくりが成功し、そのまま独走状態で念願の初優勝を果たしました。レース映像を何度見ても惚れ惚れするスタート、そして全速まくり、優勝戦のみチルトを跳ね、コンマ05のスタートを切れるなんてすごすぎますよね。準優までの出足とは全く違うので、それをバッチリ合わせられるのはまさしく天才。これほどの走りをできる貞松勇樹選手が優勝するまで3年近くかかったことが不思議でなりません。優勝した際のインタビューでは、伝説のレーサーである今村豊さんからこのような発言がありました。ボート界を背負っていける選手だと実感した。このまま努力すれば必ずや SG 戦線で活躍すると思うし、この業界を引っ張っていく選手に成長すると思う。今村豊さんからは滅多に聞けないお言葉、貞松勇樹選手がいかに素晴らしい選手なのかが分かりますね。そして SG 初出場となった2023年のオールスター、不甲斐ない結果が続いていた中、絶好の一枠で迎えた4日目、ほぼ SG レーサーを相手にコンマ01のスタートを決め、インから押し切って SG 初勝利。さらに翌日、松井茂選手の陰線、内がへこんだ展開をつき、3コースから全速まくりで勝利、2日連続の1着を獲得しました。この時貞松勇樹選手はデビュー4年目のルーキーです。同世代トップの実力者であるのは間違いありません。いかがでしたか。今回は貞松勇樹選手の経歴を説明しながら、ルーキーとは思えないレース、さらにレジェンドレーサーからの評価についてご紹介しました。貞松勇樹選手というボートレーサーがどこまで成長するのか、楽しみに応援し続けましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。